せーの、毎度みゆちゃいです。はい、今日は別れたことをここでご報告させていただきたいと思います。 YouTube で婚約破棄してから初めてスキッピができました。そしてその方と付き合った報告をね、ご報告してたから、みんなに、なんで別れた報告も必要なんじゃないかなと思って、今日ちょっと別れた報告の動画を撮ってます。 YouTube で報告動画を出した時に、次こそ幸せになってねっていろんなこう祝福の声をいただいてたので、今回の別れました動画がちょっとね残念に思う方もいるかと思うんですけど、でも安心してください、すごいピンピンしておりますので先にねそれだけ言っとかな、なんか悲しい気持ちで動画見ることになるかなと思うので、言うたらまあ円満にお別れしてるので、はい、安心してください。インスタグラムの方で事前に皆さんから、こう別れたんですけど何か質問ありますかって質問を募集したので、ご報告があります、別れましたで語る系の動画やとこう結構暗くなりすぎるんじゃないかなと思ったんで、逆にみんな心配させそうみたいなとこもあったんで、みんなが気になってることにこう答えていくのが一番いいんじゃないかなと思って、のでみんなから来た質問に答えていきたいと思います。それでは早速、みもうやっぱりもう一番来てる 80% がこれなんじゃないかなっていうぐらい、どこ見てもその質問ばっかりやねんけど、別れた理由についてかなり質問いただいてるので答えようかなと思うんですけど、別れた理由っていうのは価値観の違いですね。綺麗事に聞こえるし、逃げやんこの回答と思われるかもしらへんねんけど、ほんまにガチでそれで、きっかけはあったにしろ、この原因がほんまに日々の価値観の小さい小さいね積み重ねやなってみゆは思ってて、なんでみゆはみゆでその彼の横にいた時に、お、これ隣でおるのがみゆである必要ってあるかなって思うことが多々あったりとか、で向こうは向こうでこう譲れないところとかがあったりして、それが本当に小さい小さい日々のそういうのが積み重なって今回お別れっていう形になったとみゆは思ってます。多分、いやそうやと思うんやけど、カップルってこう付き合ったら別れるか結婚するかの究極、もうなんかその二択でしかなくって、でカップルってどこまで行っても歩み寄り、すり合わせ、受け入れる、これの繰り返しだと思うんやけど、でその繰り返しができたカップルが結婚に迎える夫婦になれると思ってて、でも今回みゆたちお互い歩み寄ろうとはしたけど、こういろんなポイントでうまくすり合わされへんかって、そうなったらもうお別れっていう結末しか待ってないやん、のでお別れしたって感じになりますね。でもなんかほんまに、あ、大人やなってなんか思ったんが、大人というかお互いこの自分の価値観を押し付けようともしやんし、こうしてくれっていう許容もしやんかったから、お互いほんまにお互いがお互いの価値観を尊重し合って、良くも悪くもこういう結果になったって感じやな。それが今回別れるって形になってんけど、言ってる意味わかります語彙力なくてごめんな、だけどほんまにそういう感じやった。結構今まで結構その価値観を押し付けてこう強引にすり合わせようってする人もおったし、過去におると思うんやけど、いい風に言えばお互いを尊重してて大人やなって思うし、悪い風に言えばそこまで熱がなかったんかなって思うんやけど、自分はこういう考えで相手はこういう考え、でもそれってお互い間違ってないから、どっちかが悪いとかこう無理に正そうってもうお互いなんかしやへんくて、だから人生で初めて価値観の不一致でお別れすることになった。でもなんかすごく嫌な気持ちが一切なくて、まあ向こうはどう思ってるかわからんけど、めっちゃポジショントークになっちゃうけど、すごい大人に円満に傷つけることなくお別れできたなと思ってます。お前何綺麗事言ってんねんって感じかもしれないけど、ガチそれやねん、人生で初めてこういうお別れ方した。だいたい女かお金か束縛が激しすぎるかとか、なんかこの辺じゃない別れる理由って。なんで人生で初めてですね、お互いを尊重し合ってお別れしたの。み、理由って将来性の違いとかですか？答えにくかったら大丈夫です。これに関してはそういう価値観の違いとかではなくって、将来について話し合ったことはないんで、その結婚観とか将来像が違うっていう価値観の不一致ではないです。なんでそこはすり合わせたことないから、そこではないって感じですね。大好きなローソンのミルクティー飲みながらでもいい？
軽く明るめでいこう。別れた人にプレゼントしてもらったアクセ類はどうしますか。いつも処分に悩みます。みゆは今ここにもついてるし、ここにももらったアクセサリーつけてるんですけど、みゆは全くそういうの気にしないです。全然物に罪はないし、使えるもん使っとこうって感じやから、全然今回だけじゃなく歴代の彼とかからもらったもの、別れたからってすぐポイとかしやんから、あの人からもらった思い出の品とか特に深くは考えてないです。なんで全然使います。でも新しく彼氏ができて元彼からもらったものってことで嫌って言うんやったら、全然普通にさよならします。彼との思い出に執着があってつけてるってわけではないから、手放せって言われたらすぐ手放せるけどって感じですね。マジでなんかそんな考えたことない、そこに関しては。変なんかな、どうなんやろ嬉しい、みゆちゃんならグクでも彼氏にできそうまた素敵なご縁がありますようにそれは無理絶対それは無理。でもそれを夢見て頑張りますね。オタクってそういうもんやろ、それが楽しいねでも思うのはほんまにミユの BTS 愛をあそこまでこう受け入れてくれる人もまああんまこの先おらんじゃないかなと思うから、そこだけはほんとすごいありがたかったね。そこだけっていうのも変やけど。どれくらいお付き合いされてたのですか。お別れした方はこんな美人さんもったいないですね。の後半部分に関してはそんな何も別に彼も思ってないと思うんですけど、ちょうど1年お付き合いしました。み、暗くなってきたんで部屋の電気つけたらなんか色味変わっちゃったけど、お許しを。では参りましょうか。写真とかどうしてますか。写真もあえて消さないです。これも歴代の彼氏ずっとそうなんですけど、別れたからって言ってデータフォルダー遡ってってするのがもうそもそもめんどくさくて、その消す作業のために写真見返さなあかんのもめんどいやん、いらんやん。からなんかそのまま放置って感じですね。データがなんかいっぱいいっぱいになってきたら、その写真から順番に消していくって感じです。今後またお付き合いするとしたら何を求めますか。分からんのよな、これも。今までは女とかお金とかで失敗することが多かったから、女お金そこを気をつけとけばいいなと思ったんやけど、今回価値観の不一致でお別れすることになったから、あららら、なんかまた新しいなんか出てきたぞって感じで、もうそこだけを押さえとけばいいって問題じゃなかったし、そこを押さえてても価値観の不一致がこう見えた時に目つぶられへんかったやなって思うから、これだけを気をつけとければいいとか、次じゃあどんな人がいいっていうのはなかなか難しいなって思ったんですけど、難しいな。まあもちろん女もいけへんし、お金で揉めることもない人がいいし、人間力高いというか、まあそういう人がいいし、そうなったらマジでおらんのよな。でもほんまにこう日常のさりげないシーンで幸せを、喜びを与えてくれるような人がいいなってすごい思った。女いけへんとかもちろん尊敬する部分は持ってての、の話の上でな。本当に分からんのよ、もう分からん、もう分からん、分からん、分からへん。み、次はもっとゲロゲロに甘い人と一緒になってほしい。これ 2,3 件来とってんけど、次はなんかめちゃくちゃ甘々の韓国人系甘々の人と付き合ってほしいっていうのが数件来てましたね。でもほんまにこうゲロゲロに甘い人って、女の子喜ばせるのもすごい上手というか、めっちゃ愛されてる感とかあるんやろうなって思う。みゆもほんま王子様みたいな人と付き合いたいんだよねでもね、なんかそのみゆが強いゆえ、その何でも自分でやっちゃいそうな感じがするから、これは過去に言われたことあんねんけど、で自分でもわかんの。それゆえなかなかそういう人と出会うのも難しかったりするのかなと思うけど、わかりませんな。みゆちゃんが納得した別れなら、私たちが何かを言う権利などないのです。お帰りなさい。お帰りなさいはあかんって。ただいまあかんねえ、笑い入れてくれてありがとう。みゆちゃんと同い年で、私もこの間振られました。次の出会いのために行動しますか。あ、その辺も別に特に何も考えてないけど、ほんまに今仕事ばっかりやから、ほんまにね、もう毎日仕事に追われて仕事しかしてない生活送ってるから、いや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 、なんか女腐りそうってなってて今だから、めちゃくちゃ彼氏欲しいではないけど、そうやって出会いの場とかに行くことも大事やなって思ってるから、まあまあまあ外に出ていろんな人見るのありかなと思ってます。なんかもう恋愛疲れて休憩しようっていう感じではない。別れようと思えた最後の人を知ってありますか。ミユじゃなくてもいいんじゃないかなって、ミユである必要あるかなってこう日々感じてたことが最後の一押しやったのかなって思いますね。別れてからのミユちゃんのメンタルは大丈夫？
大丈夫です。ほんまに強がってるとかじゃなくて結構ガチでいけてて、いや本当にありがたいことにすごい仕事が忙しくて生産性のない時間を送ってる場合じゃないので、落ち込んでる暇がないって感じですね。まあ、落ち込むような別れ方もしないしっていうのが一つあるけど、忙しくさせてもらってるのでそこに救われてるなって思います。私も最近別れました。元彼とは連絡取りますか？最近別れたね。1個前の彼氏はお別れしてからもう一切連絡取ってないねんけど、まあみゆ元彼全員友達に戻るタイプなんで、いつかは友達にというか戻るんじゃないかなって思っております。みはい、ごめんなさい、ちょっと画角を変更しました。暗くなってきたので向き変えてみました。出会いに行ったり行動したりしますか？合コンとかアプリとか必死な自分がやばい気がして。まあみゆも今は、まあ、いい人がおったら付き合いたいなぐらいの感じで、めちゃくちゃ彼氏欲しいってわけじゃないから行動もそんなにしてないねんけど、ほんまに彼氏欲しいってなったら全然アプリとかもありと思うし、してもいいなと思うから全然やばくない気がします。てかなんかね、合コンとかアプリとかなんかそういうのしな、ほんまに出会いないと思うから、ほんまに出会いたいんやったらなんかそういうのした方がいいと思う。みゆは逆に、はじめまして、みゆちゃんが一番大事にしている男性の条件はありますか？むずい。なんかいい男の条件って何やろうって考えた時に、もうなんかシンプルにめちゃくちゃみゆのことが好きな人でいいんじゃないかなって思う。これがなんか全部を解決してくれるというか、これに全部含まれてると思うんで、シンプルになんか難しいこと考えんと、いい男の条件、一番大事にしてる男性の条件はめちゃくちゃみゆのこと好きな人でいいんじゃないかなって思っております。てか最近その答えにたどり着いた。恋愛は置いときますか？それとももう気になる男性いますか？あ、もう気になる男性はいないです今んとこ。次に好きな人がおったり気になる人がおって別れたわけじゃないんで、1ミリも。しかもその後別れたからもずっと仕事忙しいんで出会いもなく、そういう感じの人はいません現在。みゆちゃんは付き合ったら長いイメージですが、今回のこのスパンでの決断に至った理由は何ですか？まあ、理由はさっきお話ししたんですけど、まあ、確かにみゆ付き合ったらほんま長いんよ。なんで今回確かに1年って短い方ではあったなって感じやな。こう、まあ、みゆほんまに 100% を与えてくれる、 100% を感じる相手にしか 120% で返そうと思えへんし、逆に 100% も与えれない人間やから、きっとこうどん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 こうなっていっちゃって、まあ、なんか違うっていうのが積み重なって、まあ、向こうも向こうで積み重なってお別れって感じになっちゃったから、難しい。私は去年離婚しました。独身貴族の過ごし方教えてください。でもシンプル、今ほんまに先か何回も言うけど、ずっと仕事に追われてて、あのクソインギャラな生活送ってるやけど、まあでもほんまに制限されることって何もないから、もう仕事一生懸命にして、で推しに愛を一生懸命注いで、大好きな友達とか家族とか大好きなメンバーと美味しいもの食べて、美味しいお酒飲んで、結婚したらなかなかできへんこともあるから、自分の好きな自分になりたいことは今のうちにやっとこうかなって思ったり、旅行行ったりもそうやし、自分にお金かけるってことも結婚したらなかなかできへんのかなって思ったりもするから、今のうちにやりたいことはやっておこうって思ってます。やばいやな、女同士でああだこうだ言うてお酒飲んでんのが一番楽しかったりするし、自分にお金かけるのが好きやったりもするから、今はそれがすごい幸せやなって感じるから、多分この思考を持ってる相手多分結婚できひんなと思うし。そうそうそう、だから、まあ、めちゃくちゃ結婚したいわけでもないから、今はそんな感じで独身貴族楽しみたいと思います。おみさんと付き合ってほしい。お似合い、家族大事にされてるところとかすごく似てるのにどうして。これもそう、おみ社長と付き合ってほしいですっていうのがあのちょいちょい来てて、あらあらあらってなったんですけど、そうね、まあ確かにおみとみゆはお似合いなのかもしれません。まあ、みゆもみもじゃあ50歳になった時にお互い結婚しなかったら結婚もありなんじゃないですか。おみはどう思ってるか知らんけど、おみ見てる？友達以上、家族ちょっと以下ぐらいの存在やから、この関係も、まあ、理解してくれる彼氏がいいよね。
なんかオミとミユの関係に嫉妬してくる彼氏絶対無理やわ、社長やみたいになるやん。ミ、まあそんな感じで、まあ、質問の8割がなんで別れたんですかっていう別れた理由をこう聞きたいファンの方が多かったのかなと思うんですけど、まあ、冒頭でお伝えした通り、そのまあ価値観の不一致、そうやろ、綺麗事やろと思うけど本当にそうで、こんな感じでお互いを尊重して自分を大事にするための別れ方もあるんやなってことに気づきましたね。今回何言ってるんって感じかもしらんけど、今回すごいきっぱりというかあっさりというか気持ちよく別れれて、別れた後も一切アイドリングタイムが、その生産性のない時間がなかったのも彼氏に依存してなかったからやなってすごい思うし、彼氏に依存せずこう自分塾で生きてると、好きなのか執着なのか何なのかで分からなくなって、こう自分食い潰すこともない、正しい判断ができるなってすごい思った。自分のこともちゃんと大切に考えれるし、相手のこともすごい大切に考えれるなって思った。での今回お別れやったかなって感じやな。あともう一つこれだけお伝えしときたいねんけど、この質問コーナーした時にみゆは別れたんですけど何か質問ありますかって聞き方したんやん。でみんな聞きたいことすごいいっぱいあるやろうなと思ったのに、それよりも聞きたいことよりも先にみゆちゃん大丈夫ですかとか、無理に YouTube で話さなくていいですとか、みゆちゃんが幸せであればそれでいいですとか、そのまずみゆのメンタル、気持ちの部分を気遣ってくれるファンの方、フォロワーの方、視聴者の方がすごいいっぱいおって、それにすごく感動というか、こんなに相手のことを思って優しい言葉をかけれる視聴者の方、フォロワーの方、ファンの方がいることをすごく誇りに思ったし、その心遣いにすごい尊敬感謝しました。皆さん優しい言葉、気を使ってくださって本当にありがとうございます。すごい心配してくれる人がいっぱいいたから、この場を借りてというか、この場でお伝えしておくと、ほんまに強がりとかじゃなくて全然平気です。さすがにね、この婚約破棄の動画見てもらったら分かるけど、あの時はね、婚約破棄の時は、婚約破棄してから婚約破棄の動画出すまでに半年以上かかってて、さすがにあの時はこうメンタルをこう落ちてる時もあったけど、今回はほんまにあの動画とこの明るさが違うから分かると思うねんけど、テンション感とかが違うから分かると思うねんけど、今回は本当に気持ちよく円満に、気持ちよくって言ったら変やけど、別れたし全然元気です。ほんまにそのプライベートでデリケートな部分やから YouTube で話さなくていいよって言ってくれる方がすごい多くて、そんな心配をかけてるのかとも思って、同時にね。でもまあこの人前に立つ仕事してる以上、なかなかこのプライベートを守るってことが厳しかったりするんやけど、まあ、自分の中ではこう限界ラインっていうのが分かってて発信してるからありがたいんですけど、心配していただけるの心配なさらず、動画見て楽しい気持ちになってくれたらそれだけで幸やなって思っております。はい、もう最後何言いたいか分からへんくなったけど、とりあえず伊藤美優はお別れしましたということをご報告させていただきました。はい、これからも仕事に、遊びに、趣味に全てに全力で強く生きていきたいと思います。はい、ではでは、これにて失礼したいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。まあ、次彼氏ができた時はもう公表するかは微妙ではありますが、はい、あ、インスタもやってるのでそちらのフォローもお願いします。ほんなんまた明日、バイバーイ。혼자서만노력하는나초라해지는것같아